日本北海道石狩市長石狩振興局がある北海道庁別館石狩市長はかつて北海道に存在した市長の一つ市長名は石狩国に由来する北海道西部に位置し、六市一町一村を管轄していた国内8位の兵庫県並みの人口密度となっている市長所在地は札幌市中央区2010年4月1日石狩振興局に改装 視聴者は北海道庁の本庁舎の別館。館内南部に四骨島や国立公園、北部に諸間別手売や岸尻国定公園、江別市に道立自然公園のポロ森林公園がある。道内における石狩市町の一南西部は山岳地帯、中央部は石狩川を中心とする石狩平野が広がり、北部は背後に増毛山地を抱える。 海岸地域である。鳥取県とほぼ同じ面積であり、道内市町の中では2番目に狭い。人口は宮城県と同程度、札幌市に人口の8割以上が集中している。人口密度は約655人平方キロメートルで、北海道最大の人口密度となっている。石狩市町の自治体1、札幌市、2、江別市、3、千歳市。 4. 江庭市。5. 北広島市。6. 石狩市。7. 東別町。8. 新市の津村石狩市長管内。すなわち現在の石狩新興局管内の市町村は、複合的一部事務組合である、札幌広域県組合を構成している。同組合では、図書館、ネットワーク事業や、職員研修の合同化等の事業を行っている。全局音声多重放送実施。 石狩市北部方面や苫小牧市寄りの地域を除く、地域では石狩管内にあるコミュニティ FM10 局をほぼ全て受信できる。ありがとうございます。